おはようございます。特家事業の久保ですあ。皆さんはですね、車の運転中にスマートフォンを使ったりしてないですかね。とっても危険ですよね。で、今回ですね、明日からだったかな。スマホの利用、ながら運転ですよね。こちらの方に、かなりの厳罰化の、まあ、法規制が入るんですよね。まあ、中には6ヶ月以下の懲役になったりする例もあるそうなんですよね。まあ、事故を起こして、取り返しのつかないことになるよりも、そういった罰則に、まあ、一つね、 意識を向けててよしスマートフォン使わないいぞっていうね意識を高めていくのはそれは悪いことではないと思います、まあ、でもね私が知るところ例えばね運送会社の方とかあの再配達の通知とかっていうのはねあのよく電話に取ってくださるんですけどもあれは一時車を止めての運転ではないあの車を止めて取ってくれてるわけではないと思うんですよでそれでですねこれからこのスマートフォンのながら運転ですよねこちらが 罰則強化されるに従って一つのビジネスチャンスが訪れるという発想はいかがでしょうかそれはですねながら運転に当たらない例えばですねハンズフリーの機能っていうのがものすごくバラエティー豊かになってくるみたいなねそんなことが考えられるんじゃないかなと思います例えばスマートフォンに何かしらの装置をねカチッと装着するこんな感じですか運転席か助手席にカチャッと装着することによってながら運転ではなくてねあとはこうピッとボタンを押すだけで、まあ、会話とか 映像とかがやり取りできるみたいなことがね起きてきたりとかこういう風なな、ね、ヘッドセットみたいなのをつけたりとかもっと言ったらヘッドセットじゃなくてこのぐらい小さいヘッドセットこのぐらい、ね、これを入れることによって電話ができたりねボタンを押すと通話のオンになったりハンズフリーオンになったりとかねそういった機能のグッズかなと思うわけなんですよね、まあ、こういう風に何かの変化がある何かの法律が規制されるとそこにビジネスチャンスが大きく広がるってことはなかなか気づかれないことなんですよねそうなんですよ また現場使用っていうふうなことで気がめいって嫌なこと嫌なことに意識を向けるとチャンスを見過ごしてしまうんですよそうではなくておなるほど多くの人がそうは言ってもスマホのながら運転してるのができなくなるなとさらにさらにできなくなるってことはでもスマホのながら運転をしたいというニーズはあるんですよ残念ながらねということは法にかからないようにながら運転を実現させるようなグッズが売れるんではないかなって考えていくこの発想の積み重ねでおそらくですね チャンスってていいうのはでできてくるんだと思いますすねね例えばです、ね、東南アジアのある国では最近までねあのノーヘルで原付が運転できたんですよバイクがねバイクが運転できたでも法規制が整備されてヘルメットをかぶってくださいねって法律ができたんですよだから日本人のねそういう情報をゲットした人が現地に行ってヘルメットを売る商売をして年間で3000枚とかねヘルメット売れてるということもあるんですよね年間枚枚で1枚1万円だとしたら 3000万円ですすよね一つのビビッグビジネスになると思います、ね、そういうこととかね中古のヘルメット売ったりとかしてるらしいんですよで今度は法規制が進んでね飲酒運転禁止みたいな法律ができるんですよすごいでしょ飲酒運転って我々の国でも最近ね規制強化されましたけどもその前私の幼い頃って私が小学生の頃って飲み会の後みんな運転して帰ってましたからねそれは罰則が緩かったのとみんな飲んでるし事故は起きるんだけどもまあ警察の方とかもね 気をつけてて帰っっくだだささいいね。ね、こののぐらいの、ね、緩さだったんですよ。でも今は厳罰化なんであの飲酒運転ってのみんなしないですよねで飲酒運転は進めないですよね居酒屋さんもチェックしますよね、えー、ハンドルキーパーさんどなたですかみたいなことありますよねということで私たちは今ねあの飲酒運転しないのが当たり前の日本に住んでますけどもちょっと前はそうでもなかったんですよということで他の国では飲酒運転が全然法規制もされてない野放し状態の国もあるんですよ でそこにですね飲酒運転ダメですよって法律がポンと上乗せされるとアルコール検知器みたいなんがバカ売れするわけですよあとはね運転代行みたいな日本ではもう使い古された概念が新しいサービスとして、えー、定着するんですよねこれをタイムマシンビジネスって言うんですよある国ではもう当たり前のことがこれからの国ではこれからなんだよっていうところに向けて 販売していくタイムマシンビジネスですねそう日本でもですね30年前だったらこのテクノロジーは使えたのになみたいなことがいっぱいあると思うんですよだったら国として相対的に30年前の国に行ってその商売をすれば何のアイデアもいらない何のリスクもなく大きなお金ビジネスチャンスを得ることができるんですよね、まあ、そういった意味もあって海外に目を向けましょう海外に行ってみましょうっていうことをね私は伝えてきたわけなんですけども、えー、今回ですね私のの弟子の中で インドネシアバリ島に行ってくださった、ね、方がいます。いろんな発見をしてくれたんじゃないかなと思いますね。まあ、その辺も聞いてみたいと思いますんで、この動画を見ていたら、レポートすぐ出してください。それでは、いってらっしゃい。